我らの生涯の最良の年、我らの生涯の最良の年、我らの生涯の最良の年は1946年に制作かつ公開されたアメリカ合衆国の映画、第二次世界大戦後に市民生活に復帰した福音兵が直面する様々な社会問題を描いた数少ない作品の一つである。アルスティーブンソンは家族の温かみを再確認し、 フレッド・デリーは就職活動をするが、うまくいかず、ホーマー・パリッシュは自身の障害に引け目を感じて、家族や恋人からも心を閉ざしてしまう。アービング・ジー・タルバーク賞を含めた場合では、アカデミー作品賞をはじめ、当時のアカデミー賞最多記録となる9部門を受賞した。トーキーになってからの映画の興行成績としても、風と共に去りぬ以来の第2位を記録している。 また、1989年に、アメリカ国立フィルム登録簿に登録された作品でも、ある。第二次世界大戦が終結した。同じ分子ィ、オハイオ州新シシティに倣って作られた、架空の都市出身のアルスティーブンソン、フレッド・デリー、ホーマー・パリッシュという名の3人の機関兵が、同じ運用輸送機に乗り合わせることで初めて知り合い、故郷に帰ってきた。 元水兵のホーマーは、航空母艦を撃沈された時に負った火傷が原因で、鉄製の義手を装着している。帰宅した、彼は、両親と妹ルエラ、恋人イルマの歓迎を受けるが、母親は、彼の義手を見て泣き出してしまう。元陸軍不評連帯軍曹のあるは、フレット曰く、豪華なアパート住まいで快適な生活を送っていた。帰宅した、彼は、妻ミリーと、 すっかり成長した娘ペギー、息子ロブの歓迎を受ける。ジャップという差別用語を口にする父親から、日本刀をプレゼントされたロブは、日本人は家族の絆を大切にすると聞いたよと言い、放射能が広島の人々に与えた影響について何か見たんじゃないかと尋ね、学校で原子力について勉強した時に、レーダーやミサイルに原子力が結びついたら、 悲劇になるから人類は共存べきだと物理の先生が言っていたと話す。成長した二人の子供の様子に一末の不安を感じたアルは発散のためにミリーとペギーを連れてナイトクラブに繰り出す。いくつもの勲章を胸に下げるフレッドは戦時中は陸軍航空軍隊員を務め、三人の中でも最も軍階級が高かった。出生前はドラッグストアで、 ソーダジャークとして働き、飛行訓練中に出会った女性と出生する二日前に結婚していた。帰宅した彼を、息子の安否を気遣っていた父親と母親が出迎えたが、妻、マリーの姿はなかった。両親によると、夫の帰還を待ちきれずに家を出たマリーはナイトクラブで、深夜まで働いているらしい。妻と娘を伴って二次会のためにブッチ。 ホーマーのおじが経営するバーを初めて訪れたアルは、そこで、ホーマー、フレッドを見つけ、再会を祝う。アルとフレッドは、酔いつぶれてしまい、ミリーとペギーが二人を、スティーブンソン家に連れ帰る。夜が明けて、ペギーに、マリーが住むアパートまで送ってもらったフレッドはその、別れ際、夜遅くに、戦争の悪夢にうなされていたのを寝かしつけてくれ、何も言わずに黙っていてくれた彼女の親切心に、 対して、感謝の気持ちを伝える。アパートの一室に入ったフレットは歓声を上げて、迎えるマリーと抱き合う。あるは銀行に復職すると同時に、国自由主担当の副頭取に昇進する。ホーマーは、障害にひけ目を感じて、両親を避け、ウィルマが示す以前と変わらぬ愛情も、哀れみと受け取り、心を閉ざしてしまう。フレッドが胸に下げる勲章を見たドラッグストアの従業員は、 福音兵に仕事を取られると危機感を募らせる。輝かしい戦績を残した。彼は向上心からより良い待遇の仕事を探していたが、思うようにはいかない。就職の口が見つかる前に貯金を使い果たしてしまい、結局は妻をなだめるためにドラッグストアに復職することを決める。ドラッグストアの香水売り場の販売員となったフレッドは買い物に来たペギーを昼食に誘い、 その別れ際に彼女に強引にキスをする。フレッドを愛するペギーはフレッド夫妻を夜食会に誘ってマリーの顔を見ることで気持ちを切り替えようとするがマリーと話をした時に彼女が収入が少なく戦地から帰還してすっかり陰気になってしまったフレッドとの結婚を後悔していることを知る。マリーを嫌い愛し合っていない二人を別れさせると両親の前で宣言したペギーに ミリーは娘から完璧な夫婦と見られている自分たちも結婚生活の中でこれまでに同様の問題を抱えながら克服してきたことを打ち明ける。ウッチのバーであるに呼び出され娘と別れてほしいと迫られたフレッドは彼の頼みを聞き入れて店内の電話ボックスに行きペギーに絶好を申し入れる電話をかけるものの二人の関係はこの一件でギクシャクしてしまう。 ドラッグストアに来店したホーマーに、日本やナチスは共産主義を絶滅できたのに我々は利用されてしまい、ホーマーの義手や彼の戦友の死も含めて無駄な犠牲を払ってしまうと言い放つ客に憤慨した、フレッドはその客をガラスカウンターに殴り倒したことで解雇されてしまう。謝るホーマーに、フレッドはビルマにすぐにでも会って結婚を申し込めと勧め、二人の恋仲を 進展させようとする。ある晩に、ホーマーに会いに来たウィルマは避けられているのであれば、忘れるために、明日の朝にも分子機を離れた方がいいと、両親から迫られていることを伝えるものの、彼女の幸せを願うホーマーは街を離れるのを、止めようとしない。自分の全てをさらけ出し、一緒に生活することの大変さについて、具体的に話すホーマーに、 彼女はそれを愛の力で乗り越えようと訴えかける。ここに来て、ホーマーもこれまで抑えていたウィルマに対する思いを正直に告白する。職探しから帰宅したフレッドはアマリーが、福音兵のクリフと一緒にいるのを目撃した後、彼女から離婚を言い渡されてしまう。フレッドの父親は、町から離れようとする息子に考えを改めるよう説得を試みるものの、失敗に終わる。 息子が去った後に父親は、妻、フレッドの母親を呼び、残していったジミード・ドーリットルより送られた、主君飛行十字章の授与について記された、最も困難な状況において示した任務への、忠誠心と高度な技術と、冷静さを称える症状の文章を見上げる。目的地を決めぬまま飛行場に到着したフレッドは、待機する間、飛行機の墓場をさまよう。 B-17 の先端部分に入った後に、過去の激戦を思い出して、フラッシュバック状態に陥った、作業員の男が彼に声をかけて現実に引き戻す。作業員の男から解体された後に、プレハブ建築の材料になると聞いたフレッドは、未経験だが、自分を解体作業員として雇ってくれと頼みむ。最後のシーンでは、人々がホーマーとウィルマの結婚式のために、 パリッシケに集まっている。新郎神父が誓いの言葉を交わす間、離れて立つフレッドとペギーは互いに見つめ合う。終了した後、フレッドは人々が新郎神父の周りに集まっている横を通って、ペギーの元に行き、彼女にキスをする。キスの後にフレッドは一人前の稼ぎになるまで何年かかるかわからなし、最初は厳しい生活を送ることになるかもしれないが、 それでもいいのかと尋ねる。ペギーは無言で微笑み、フレッドにキスをするのだった。クレジットに記載されたキャストと、その役を演じた俳優は以下の通り、カッコ内は日本語吹き替え、パブリックドメイン DVD に収録。プロデューサーのサミュエル・ゴールドウィーンは、スクリーンの理想的な妻の地位を確立したマーナロイが早くを引き受けてくれるか心配したが、 事前に脚本を読んでいた彼女は役を演じるのを即座に了承した。クレジットでは俳優として最も名の売れている彼女の名前が最初に表示されることになった。監督のウィリアム・ワイラーは心的外傷後ストレス障害、PTSD を発症したホーマー・パリッシュの役に、それ以前に演技経験がなかった素人のハロルド・ラッセルが適役だと見込み、起用することに決めた。 ワイラーが以前に見たドキュメンタリー映画に両手を失った若い軍曹として登場した。彼は TNT の火薬を扱っている時に事故が起こり、両手を手首から6インチのところまで失ってしまったために、鉄の義手をつけ、肩につけた器具とゴムバンドでそれを動かしていた。キャストに加わった後に、ホーマーの障害は PTSD から身体障害に変更された。ノンクレジットでは、 カントリーミュージックの歌い手として有名になるが田舎者のシンガーで出演している。後に映画監督、プロデューサー、脚本家となるブレイクエドアズも5丁で一瞬登場する。3人がブーンシティに帰る前の序盤のシーンでフレッドはクリーブランド行きの飛行を予約する彼にクリーブランドは素敵な街だと話しかけるが、ああ、だけど住んでるのはデトロイトなんだと返答している。 は、タイム氏が1944年8月7日号で、女体兵士について取り上げた、国内ニュースの中の、帰還と題された記事に何度も目を通し、注目した。彼女は、夫のサミュエル・ゴールドウィンに帰郷した兵士たちをテーマに、下ドラマを制作すべきだと言い続け、しまいには彼も、絶対にそんなもんは作らないぞと宣言してしまった。ところが、実際には、 サミュエル・ゴールドウィンはその後に、マッキンデイ・カウンターに兵士が帰還した第二次、世界大戦後の映画の構想を話している。ゴールドウィンはカンターに、タイムの記事を見せ、あなた自身の経験から語るべきだと思う物語を、自由に展開させてほしいと依頼した。報酬として2万ドルが提示され、1944年9月8日に、カンターは契約書にサインした。 カンターが執筆した物語、グローリー方面の脚本用の公害は1945年1月に作成された。物語は無印紙で書かれていた。しかし、1945年8月14日にこのグローリー方面の脚職をするという契約に署名したは、来年の春か秋には時代遅れのテーマになっているかもしれないし、神経症をすべての機関兵に 月物のように描けば、かなりの不満さえ起こるかもしれないとして、あまり乗り気ではなく、すぐに企画の中止を進言した。9月4日にゴールドウィンから送られた彼の強い決意を示す、次の内容の伝報を、一部抜粋が、このシャーウッドの考えを改めさせることになった。ゴールドウィンから、ハリウッド的な映画にしなくてはいけないと思わないでくれ。 それよりももっとシンプルで真実味のあるものを作りたいと言われた。シャーウッドは数ヶ月かけ物語を練り上げ、1946年4月9日に脚本を完成させた。撮影は1946年4月15日に開始され、オンタリオ国際空港やを含めた様々な場所でロケが実施された。撮影には100日以上が費やされたが、ゴールドウィンは シャーウッドの脚本通りにどんセリフでも一切変更せずに撮るように要求し、監督のウィリアム・ワイラーもしぶしぶながらこれに従った。ワイラーは映画の中に真実味を求めた。ゴールドウィンが実に自然な演技をこなすハロルド・ラッセルを演技教室に通わせようとしたことに強く反対した。多くの福音兵を制作スタッフとして雇い入れ、音響係や小道具、 など様々な役割を担当させた。衣装デザイナーのアイリーン・シャラフには特別な服はデザインせず、登場人物が買い物をしそうなデパートへ役者を連れて行き、セットに入る前に数週間以上を着させて馴染ませるようにと命じた。ゴールドウィンのお気に入りで、今回も音楽を担当するように彼から頼まれた、アルフレッド・ニューマンはすでに20世紀フォックスの音楽。 部門責任者に就任していたので、自分の代わりに、ヒューゴー・フリード・ホーファーを推薦した。そのために、フリード・ホーファーが起用されることになった。本作の中に、妻のアルミのフレットが、ブッチのバーで出会ったあるからペギーと付き合うのを、止めてくれと言われ、そう言うと約束して、ペギーに電話をかけに電話ボックスへ向かうシーンがある。フレットが出て行った後、バーに入ってきたホーマーと、ブッチが、 を連するここで、クレッグ・トーランドは、ディープフォーカスを使用して、画面の左上に、フレットを、右下にピアノを囲む三人を見せた。これによって、あるに焦点を合わせながらも、画面のあると同じように遠くの姿を見ているだけで、フレットがペギーに電話をかけているのだと観客にも、軽るようにした。神野は、このようなディープフォーカスの使用が、現代の観客にも強く関心を持たれる対象に、 なっているとしている。フレッド・デリーが残骸となった爆撃機に座っているシーンでは戦闘任務を思い出す彼の主観的状態をシミュレートするズームレンズ効果が使用された。このカリフォルニア州オンタリオにある航空機の墓場はワイラーが撮影準備の段階で見つけてシャーウッドに話し、シャーウッドが素晴らしいシーンができると気づいてロケ地に入れたものであり。 対戦末期に作られて実戦に間に合わなかった戦闘機の残骸が並んでいた。第二次世界大戦に従軍して戦地から帰還したワイラーはプラザホテルで妻と再会した際に長い廊下の向こうとこちらから自分と妻が近づいて行った時の感動を覚えておりその光景をアルがミリーと二人の子供が待つアパートに帰ってくるシーンで再現したアルが玄関のドアを開きミリーが 奥の部屋から、誰なのと尋ねるが、あるお出迎えた子供たちは興奮して、叫びそうになるのをかろうじてこらえている。映画監督のウィリアム・フリードキンは、この直後の夫婦が再会を果たした瞬間の描写について、彼女は本に身動き一つしない。何も言葉を発していない。私が今までに見てきた中でも最も美しい家族愛の真の一つだと評している。テレサライトは、 マーナ・ロイに、あのシーンには、真実の愛があったからこそあれほど、感動的なシーンになったと思うと話しているが、ロイ自身も後年に、二人はベッドに入るのが待てきれない、くらいだったのよと白心の演技の秘訣を語っている。ヘイズ・コードに基づき審査を行う、アメリカ映画制作配給業者協会、ウップダは、あるがゲップをするシーンやペギーの、結婚を壊してやるという発言。 ミリーとアルの情熱的なキスのシーンなどは消しからんから、削れとの要求を続けたが、ゴールドウィンが一切変更しないと譲らなかったために、最終的にこの意義を引っ込めてしまった。また、通常の映画の2倍の長さになってしまったため、試写会のたびに誰かしらから犠牲にできそうなカットが指摘された。上演回数が普通の半分に減ってしまうというデメリットがありながら、 ゴールドウィンは長いまま本作を公開することを決断した。全評判を盛り上げるために40万ドルもの費用をかけた宣伝が行われた。バージニア名誉とテレサライトはライフ氏の表紙を飾り、ホーギーカー・マイケルは自分のラジオ番組で本作を紹介し、マーナ・ロイとフレドリック・マーチとダナ・アンドリュースの元には各ラジオ番組からの出演依頼が殺到した。 1946年11月20日、入場料の40%を獲得するというゴールドウィンにとって、これまでに内向条件で配給契約を結ぶことのできたニューヨークのでまず封切られ、ロサンゼルスではクリスマスの週に公開された。公開後1年で、北、アメリカでは1000万ドル近くの収益を上げた。トーになってからの映画の興行成績としては、 風と共に去りぬに次ぐ第2位を記録している。ロンドンでは1947年春に公開され、1年間満員の状態が続き、22週目に突入しても2週目の客の動員数を維持していたほどの勢いだった。この状況はシドニーからリオデジャネイロの世界各地においても共通していた。公開時のみならず、後世の多くの映画評論家からも、 肯定的な評価を獲得している。公開後何ヶ月かは、ゴールドウィーンのデスクに、賞賛やお祝いの手紙が溢れた。その中でも彼をとりわけ感激させたのが一時は、言葉の行き違いで関係が悪化していた長女ルースから、送られた生涯で最良の涙を流してきました。お父様を愛し、この上なく誇りに思っている娘ルースよりという手紙だった。 2017年2月2日時点で、ロッテントマトには本作についての47人の批評家のレビューが集まっている。そのうち45人からの肯定的な評価を獲得し、トマトメーターは96%になっている。第9回アカデミー賞の10部門にノミネートされ、うち9部門を受賞した。フレドリック・マーチは、ジオシキ会場から離れたニューヨークにいたため、 まだデビューしたばかりのキャシー・オドネルが彼の代理として、オスカー像を受け取った。アービング・ジー・タルバーク賞の受賞者が発表された後、ゴールドウィンは歓喜は待って、目に涙を浮かべていた。式の後に、アーコ社長邸で開催された、祝賀会では、ことあるごとに衝突していたゴールドウィンとワイラーは、互いに挨拶もせずに一晩中そぞれの隅に引っ込んで、いたが、フランシス夫人はゴールドウィンが、 まるでクリスマスに欲しいものを全部もらった子供のように、はしゃいでいたのを記憶している。夫妻が帰宅した後、フランシス夫人はゴールドウィンが、いつまでも2階に上がってくる気配がないのでどこにいるのか、家中を探し回ったところ、暗いリビングルームで、アカデミー作品賞とアービングジータルバーク賞を、片手ずつ持ち、腰を下ろし、うつむいて声もなく泣いていた、彼を発見したという。 ハロルド・ラッセルは素人俳優で本物の福音兵であったにもかかわらず一つの役で二つのオスカー像を獲得した最初の俳優となった。アカデミー特別賞の受賞理由として挙げられたのが出演を通して仲間の福音兵に希望と勇気を与えたというものだった。彼は後年に妻の医療費を苦面するためにアカデミー助演男優賞のオスカー像を競売にかけ、 6万500ドルで売却した。他の主な賞として、第12回ニューヨーク映画批評家協会賞の3部門の2部門、第4回ゴールデングローブ賞の2部門、1947年のブリュッセル世界映画祭の1部門の1部門、第1回カルロビバリ国際映画祭の1部門、第3回スペイン映画客本家協会賞の1部門の1部門を獲得している。 また、作品は1989年にアメリカ国立フィルム登録簿に登録され、2007年にオンライン映画、テレビジョン協会賞の殿堂入りを果たしている。上記の他にも、フランスのビクトワールやオランダのフィルムプリズンのような国際的な賞もいくつか受賞している。日本の映画雑誌、キネマ旬報の選考委員20人が選定し、 1948年に日本国内で公開された映画を選考対象とした外国映画ベスト10、1位、表10点10位、表1点では170ポイントのヘンリー5世に次ぐ152ポイントを獲得して2位にランクインしている。イギリスでは歴代6位、1位、風と共に去りぬ、2位、サウンド・オブ・ミュージック、3位、白雪姫、4位、 スター・ウォーズ5位の推定観客動員数2040万人を記録していい。AFI アメリカ映画100年シリーズのアメリカ映画ベスト100では37位に、感動のアメリカ映画ベスト100では11位に、10周年版アメリカ映画ベスト100では37位にそれぞれランクインシール。授与式の後にロサンゼルスタイムズ紙は、 ハリウッドは賞を受賞した映画を誇りに思っていい。ザベストイヤーズ・オブ・アワー・ライブズはアメリカ魂の素晴らしさを示した。この映画を混沌とした現代世界のすべての人々に見せてあげたいと論説に書いた。アメリカ全土の雑誌が本作を様々な角度から取り上げた。特にライフ誌の1947年10月27日号は10ページにわたる特集を組み。 ゴールドウィンの経歴と映画界での活動について詳しく紹介している。しかし、ゴールドウィンはアカデミー賞受賞から2、3ヶ月後にはライフ指揮者に高く上がれば上がるほど落ちた時のショックも大きいと将来に対する不安を吐露している。1950年に息子のサミュエル・ゴールドウィン・ジュニアが朝鮮戦争に従軍することが決まり、ゴールドウィンはアメリカが 再び戦争を始めたことが現代の家庭にどのような影響を及ぼすか描く新しい映画の企画を思いついた。このは本作と同様に従軍経験のある三人の男、同じ家族の父、兄、弟が主人公の物語である。その上、アメリカの小さな町を空から紹介する冒頭のシーンから、 結婚式が行われるエンディングまで起こった問題をすべて本作と同様の方法で解決した。彼はこの新作映画の宣伝活動に励み、単なる映画というのみならず国家的な課題を明らかにしたメッセージなのだと強調したが多くの映画評論家から酷評された。さらに上回る映画を制作したいと強く願いながらも報われず、 本作の後の7作品はすべて工業的に失敗に終わった。1947年3月15日のザ・ヘッド・ホッパーショーマイナス・ディス・イズ・ハリウッド・ダナ・アンド・リュース・ハロルド・ラッセルが再演。1947年5月19日のダナ・アンド・リュース・バージニア名誉・キャシー・オードネルが再演。1947年11月24日の スクリーンギルドシアター、フレドリック・マーチ、マーナロイ、テレサ・ライトが再演、1949年4月17日のダナー・アリュースが再演で本作を脚色した30分のラジオドラマが放送されている。本作をリメイクした1975年放送のテレビ映画、リッターニング・ホームでは、ベトナム戦争で実際に両手を失ったジェームズ・アル・ミラーが、 ホーマーパリッシュを演じた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。